セルジオ・ペレスは、チーム内での厳しいパフォーマンスを理由に、間もなくレッドブルチームを離れることになるかもしれない。レッドブルモータースポーツアドバイザーのヘルヌート・マルコは、セルジオ・ペレスの調子が悪い中、チームでの寿命が長くないことをほのめかした。ペレスは、2021年にレッドブルに加入したが、現在3回の世界チャンピオンであるマックス・フェルスタッペンのペースに一貫して追いつくことができていない。しかし、 レッドブルが F1 フィールドを支配しているマシンを所有しているにもかかわらず、今年のメキシコ人ドライバーの調子はさらに落ちている。チームは、これまでに開催された17レースのうち16レースで勝利しており、ペレスは開幕4レースで2勝を確保したが、好調なスタートを切った後、トラック上でのペレスのパフォーマンスが悪循環に陥り、チームとの将来に疑問符がついた。元 F1 ドライバーのゲルハルト・ベルガーは、最近、ペレスがスポーツで、 再び調子を取り戻すには、別のチームに移籍する必要があると示唆した。ピエール・ガスリーとアレックス・ワルボンが置かれている状況と似ている。ミルトン・ケインズを本拠地とするチームを離れて、好成績を収めるまで、レッドブルで苦戦していた。マルコは、来年末まで、レッドブルとの契約が残っているペレスも、同様の行動を取るべきだと、ほのめかした。忘れてはいけない。あの時、私は、ペレスをチームに迎え入れたと、マルコは、 E、に語ったしかし、それは、フェルスタッペンが今も苦悩する状況と同様で、すでに、ガスリーはそうなっていた。その観点からすれば、ベルガーの発言は正しい。ペレスには、状況とチームの変化が必要だ。次の2レース、アメリカとメキシコがどうなるか見てみよう。しかし、チームもペレスも、彼が危機に瀕していることを認識している。以上、引用。レッドブルの、マルコ。 ある意味ぐいぐい来ていますね。立ち位置遺跡ですかでも、正直、ペレスも、これで、いい方向に向かうならありかなと思います。もちろん持ち直せば、何も問題はありませんが。